うまそうでしょこれ。最高に美味しくできます。全ての具材が混然一体となってるっていう感じ。どうも料理上人さん、料理です。ということでですね、今回は四股汁でございます。何杯か飲んじゃったんですけど、なかなか作らないご家庭も多いんじゃないかなっていうことで、春雨サラダ惣菜とかでは結構売ってるんですけども、実際お家では作ってないっていう方多いんじゃないでしょうか。まあこの春雨サラダね、最高傑作ができちゃいました。常に冷蔵庫に置いておきたくなる、それぐらい美味しい春雨サラダでございます。本当に美味しいと思ったプリップリな春雨サラダ、副菜はもちろん主菜レベルで美味しい。今回はこれ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。まずね、春雨サラダで春雨ですね。はい、緑豆春雨 50g ですね。きゅうりが1本 100g、 人参が、2分の1本 70g、 生姜が1かけ 5g ぐらいですね。ハム、ね、肉系あってあった方がいいので、4枚、まあ 40g ぐらいかな。きくらげ、これね、いつも戻しておくのが多いんですけども、今回戻さないで、茹でるんで後で、なんでこれは 4g。はい、あとは概要欄に、調味料全部書いてありますので、概要欄書いてありますから、概要欄見てください。ということで、至高の春雨サラダ、これはね、本当にね、春雨がスルッとね、無限にいけちゃうやつなんですよ。スルッスルいけるということで、料理は心なので、気を持って感じなきゃいけないんです、皆さん。わかりますか？皆さん、分かっていただきたい。スルッスルいけるっていうのがどういうことなのかを皆さんに説明していきたいと思います。アルチューマ新集合、やっていきたいと思いますよ。ツルツルいけるっていうか、どういうものか、もう目に物を食らっさろい。乾杯。くぁー、ジュルジュルいきますね。はい、ということでやっていきたいと思います。野菜を千切りにしていきます。キューカンバーからね。はい、キューカンバー、キュウリはね、斜め切りにしてから千切りにするのが一番いいんで、端切っちゃってくださいね。で、斜め切りにしていきます。斜めに 薄切りですね。なんで斜めにするかっていうと、斜めに切った方がキュウリの繊維が長くなるからですね。長くなると、じゃあ何がいいのっていう風に思われると思うんですけど、長いとね、箸で掴みやすくなるんですね。切り方もね、実は大事だったりするんですね。余ったヘタの部分は食べてください。食品ボス撲滅。これをこうやってパラパラと並べてください。縦に並べたらこうやって切っていけばいい感じの千切りになりますんで、若干太くても全然平気です。僕は割と細めに切っちゃうタイプなんですけども、細くするの無理っていう方もいらっしゃると思うんで、細くするの無理だったら無理でいいです、はい、で後でギューッと絞ればいいだけの話です。こうやってね、半分に切っちゃいましょうか。はい、人参硬いからね、このまま丸のまま切っちゃうと割と危ないんですよね。はい、こんな感じで斜めにこうやって薄切りしていく。まあこれ切ると同じですね。はい、こんな感じで切っていきます。こうやってパラッと並べて、こんな感じで千切りしていくと、質問とかもね、答えておくんでね、僕が見てればね。はい、はい、こんな感じでございます。生姜も千切りしていきます。生姜もね、言わせましたけど、僕は野菜の皮は極力剥かないようにしてますんで、皆さん剥かないです。特にね、人参なんてね、剥く意味ないんだよね、これね。はい、こんぐらい千切りにしちゃうと皮の感覚とか全然わかんないんで、生姜は皮の部分に香り成分がすごく詰まってますんで、これは千切りにして、後でこの爽やかな香りを乗せていきます。はい、全部千切りにできましたね。そしたらもう半も切っちゃいましょう。野菜と一緒に切っちゃっても大丈夫です。生の肉は、野菜と一緒に切っちゃうとダメですよ、皆さん。半分に切って、半分に切ってから、こうやって千切りしていきましょう。はい、はい、こんな感じでございます。はい、全て切り終わりましたね。野菜切ったんですけど、ここでね、やっていただきたいのが、ボウルに、このきゅうりと人参を入れてください。水気があるんですよ。で、この水気がね、またちょっと悪さするんですよね。せっかくつけた味を薄めさせてしまうっていうのがあるんで、お塩学ぶ4分の1入れていきます。はい、揉み込んどきます。揉み込んどくと、きゅうりと人参っていうのは結構ね、お水出るんですよ、このお塩を加えていくと。はい、こうやってあえた後に絞っていきます。千切りなんでね、すぐね、塩の浸透圧でお水が出てきますんで、はい、これちょっと置いといてください。あえておいて数分経つとすぐ、水が出てきます。はい、その間にね、皆さん、お湯沸かしておいてくださいね。じんわりとこのもう水分にじんできてるの分かりますか？これね、
はい、はい、はい、出た、はい、出ました。キュウ汁です。キュウ汁とニンジルです。こいつが悪さ損する。これを捨てていく。もう一回絞りますよ。どんどん出てくるんですこれ。この人参とキュウ汁がタレが薄まっちゃうんでね、絞った方がいいです。この水分が出ることによって食感が増すんですよ。これもいいポイントですね。春雨サラダっていうのはいろんな食感が楽しめるから美味しいんですよ。ダメ押しでこんなん出ました。はい、絞ったお野菜がこちらです。はい、味付けねしちゃいます。まずお醤油、味のベースになるのはお醤油です。お醤油がここね、大さじ1と半分。はい、春雨サラダですからね、ちょっと酸味が入った方が美味しいです。はい、お砂糖ね、お砂糖大さじ1杯、赤らしが大さじ、あ、大さじじゃない、5センチぐらい、はい、これぐらいですね。あの、からしは入れてください。味の素ね、1、2、3、4、鶏の匂いをつけさせずに野菜の香りと調味料の香りを生かすことができるんで、これは味の素を使った方がいいです。ごま油ですね。はい、もうこれ香りとコクをつけていきます。はい、全体混ぜてください。はい、春雨が絡む、わーうまいのよ。はい、そしたら春雨茹でていきます。次、春雨とキクラゲを茹でていきます。キクラゲね、あの、まあ最初に戻して、最初にぬるま湯かなんかで戻して、お野菜と一緒に切ってもいいんですけども、今回はあの茹でます。はい、春雨も入れていきます。もうキクラゲと一緒のタイミングです。こんな感じね。春雨とかだと3分ぐらいかな。キクラゲも3分ぐらい茹でるともう完全に戻りますんで、これもう茹でてる隙にですね、このタレ、このタレすっごい匂いするの。ほら、すっごい匂いするタレを嗅ぎながら飲んでいきます。ほんとツルツルいけるわこれ、このハイボール。よっしゃ、ちょっと水で締めるんだよねこれね。なんで僕がいつも酔っ払ってるか皆さん、疑問に思ったことありません？これはですね、酔っ払いでも作れますよっていう、酔っ払いは本当に美味しいものが作れることができるのかっていうような実験バラエティーなんです。これわかりますか皆さん、実験バラエティーなんで怒んないでください。いつもコメントなんで怒られてる。はい、じゃあこんな感じですね。水で冷やしていきますんで、ちょっとあの感謝カモン。そしたらこれね、ザルに移していきます。水で冷やす。はい、でキクラゲってぬるま湯でやると何十分か戻さなきゃいけないんですけども、こうやって茹でると簡単です。そしたら水気をよく切る。これさっきもね、あのお野菜でやりましたけど、水気よく切ってください。じゃないとボケた味になります。もう握っちゃうぐらいでいい。ちょっと面倒なんですけど、キクラゲだけ吸収してください。これね、あのちょっとね切った方がうまいっす。はい、はい、こんな感じです。あ、ここに入れましたね。はい、はい、じゃあ春雨はちょっと置いといて、キクラゲ切ります。はい、こんな感じで千切りね。はい、こんな感じでいいです。キクラゲなんで入れるかっていうと、やっぱね、食感がね、このコリッとした食感がね、春雨とすごい合うんですよ。キクラゲはあったら入れてほしい。さっきの最高の漬け汁に全ての材料を入れていく。ハム、ね、生姜、ね、ハム、生姜、キクラゲ全部入れちゃいます。はい、でさっき戻した、春雨入れていく。いりごまね、小さじ2杯ぐらいなんで、これ小さじ1、あ、3、4つまみですね。はい、入れてください。ちょっとひねりながら入れると香りが立つんで。じゃあこれ混ぜていきます。混ぜるとね、ちょっと春雨も3分なんで少し固めに茹でてありますんで、このね、春雨がこのさっきの汁を吸ってくれるんです。うまそうでしょこれ。最高に美味しくできます。味見してください。味が足りてると思ったらこのまま、僕は酒飲みなんで。ここでお塩もう一つまみ、この汁をね、吸わせて入れていきます。この春雨サラダ盛り付けていきたいと思います。うまいんだよねこれ、この感じね。全ての具材が混然一体となってるっていう感じ。食材を、はい、いい感じですね。ここでラーの油を、まあ、これ好みです。至高の春、簡単なことだ。それではできました。いただきます。結構ボリュームありますよこれ。すごいじゃんこれ。ハイボールとも合うな。辛子の混じってる甘辛いソース、めちゃくちゃ春雨にじわっと染めてて、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃめちゃ食べ応えあります。そしてごま油の香りもすごい引き立ってるのね。千切りにした生姜、これがねふわっと鼻に抜けてすっごい心地いいんですよ。全然いいんだこれ。うん、
水分の抜けたキュウリも人参もすっごいシャキシャキで、水分が抜けてるから味がギュッと締まっててですね、めちゃくちゃ美味しい。食感のパラダイスやこれ。さあ、チャンスということで、スタッフの2人に来ていただきました。谷口くんと松永くんです。監督と助監督やってます。同じですね。同じっす。はい、友達スタッフ乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。今日遊びに来てくれたんで食べてってって言って心よく出てくれました。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい、マジでうまいですよ。春雨マジでこしあって最高っす。お惣菜だとどうしても春雨がねずっと水分吸っちゃうから、うん、プリッといかないんだよね。ふくらはぎがやばいっすね。今年お酒飲めるようになったってこと？去年の7月です。万全する？万全。配信ドラマ僕らの逃亡日記という作品が6月に公開になります。ぜひご覧ください。マジモンの監督なんで。はい、ということでいかがでしたでしょうか。一回作り方を覚えたらずっと作りたくなるような一生ものレシピなんで、皆さんぜひ試してください。マサル食べる？そうっす、でも結構ヘルシーなんで、あのうちでもたまに作ります。本当にヘルシーな食べる？いやいや、そっちかもしれないヘルシーな食べる？